ハロー高木です。本日はですね、孤独の一人飯シリーズ、ランチを食べに行こうということで、一人で丸源ラーメンに行ってみた、やっていきたいと思います。丸源って僕一回でも動画で行ったんかな、なんかこうそこのセット全マシで行こうかなと。全マシマシちゃんで一人でご飯でもちょっとたまのこうなんかもう普段溜まってるモヤモヤみたいなストレスみたいなものも一人でね発散しに行こうかなという感じでございます。まあ、私ね、たけ焼き基本的に休みというものがあんまりないんですよ。本当に超ブラック、俺の会社、いやまあ俺自身が自由にできるからこそ俺自身ブラックにしてるって感じ。2021年がね過去一番忙しくて、年間トータルして休み何日あったっていうレベルなのね。まあそんな感じで今日久しぶりに休みだったので、ちょっとランチを食べに丸源ラーメン行こうかなという感じでございます。なんか丸源って焼肉キングとかちょいちょい言ってるやんか、焼肉キングと同じグループらしいよね。でなんか今日なんかこうそれで撮影するって言ったら、そのお偉さんみたいななんかこうちょっと挨拶に来るみたいなこと言ってたんで、まあ全然そこでねちょっとね CM でも出させてくれへんかみたいな、こんだけ俺焼肉キングに行ってんねんから貢献してんねんから、ちょっとなんかそういうなんかイメージキャラクターみたいなやらせてくれへんみたいな話しようかな。いやでも左上の失礼か、初対面なんよな、ちょっと今回やめとこうか。本日予約していたということで、こんなものが、めちゃめちゃ手書きで竹焼き師匠のラツラツ様という予約席があったので、こちらで撮影していきたいと思います。本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、一番人気は肉そばなので、あ、肉そば、肉腸も。肉そばです。あ、肉そば。場所取るようにしか提供できないんで。いや、もうようやくね、お会いすることができたので。はい、すいません。一ついいですか？はい。僕をイメージキャラクターに起用してくれないですか？なんかちょっと、我々もなんかこう、どうやったらできるかっていう。そうですね。はい。なんかちょっとご相談まず、事務所ちょっと困ってるじゃないですか。ちょっと困ってる。じゃあ本日、孤独の一人ランチということで、なんかね、この3点セットがめちゃくちゃお得みたいなんですよね。これいくか。チャーハン餃子セット。ご注文お願いします。チャーハン餃子セット。以上で。以上で。お待ちしてます。お願いします。大変お熱くなっております。お気をつけくださいませ。じゃあスプーンでーす。あー、はい、おかけしましょうか。あ、じゃあお願いします。はい、失礼しまーす。はい、どうぞ。こちらの卵とご飯を混ぜてお召し上がりくださいませ。はい、すごい、めちゃくちゃうまそうよね。なるほどな。こういう一手間というか、自分で最終的に完成させるという作業でさらに食欲を引き立てる。やるなぁ、マルゲン。するじゃなくてさせる。マルゲンの M ってそういうこと？こっちが M になっちゃうみたいな。はい、ありがとうございます。真ん中の柚子胡椒おろしを溶かしたら召し上がりください。じゃあまずスープ飲んでいただいて、半分食べ終わってからドロドロラー油というものを入れていただいて、その後に揚げニンニクを入れていただいたら、最後に酢を入れていただくと4つの味が楽しめるので、ぜひ試してみてください。わかりました。ありがとうございます。こちらも以上でよろしかったでしょうか？はい、それではいただきます。そんな4つの工程踏むか。まずはスープを一口つるだな。あっさり。あ、結構あっさりなんや、お肉そば。うまっ。でも半分ぐらい食うと、うめぇ、めちゃくちゃうめぇ。最高やな。チャーハンの方もうまっ。ちょっと一人でね話すこともないんで、質問、適当に質問食べながら答えていこう。みんなのファンのツイッターとかインスタとか覚えたりしてますか？しょっちゅう送ってくれてたら案外覚えてるよ。コメントとかも案外覚えてるし、うん。ただめっちゃ今懐かしいこと思い出した。なんか昔バンドやってて、いやその時に俺の中の美学として、なんかこうその覚えてますかってなんかのイベントとか言われる時に、その女の子のためを思ったら、なんかちょっと覚えてないっていうぐらいの方がさ、もう一回行きたくなるなみたいな、ちょっとした S 心でやってたよね。まあ言うたらその覚えてもら
うっていうのがその最終のゴールだとしたらさ、ゴールまで行っちゃったら次じゃあ何しようってなるやんか。で後でなんかね、あのそういうファンの交流の竹焼きの評価みたいなやつ書いてるとかあったから見たい。あいつ記憶力悪すぎって書いてた。さあそろそろ半分食べたので、次泥だれラー油を入れる。これか、泥だれラー油。黒っ、めっちゃ黒いやん。わ、色変わった、色変わった、色変わった。わ、めっちゃ暗なった。うん、え、味全然違うやん。うまっ。2杯入れたから結構辛なった。俺辛いの結構好きやから、これぐらいでも、え、これ、まあ、苦手な人やったら1杯ぐらいでちょうどいいんちゃうかな。餃子もいただこうか。うん、あ、うまっ。あ、うん、めっちゃ肉肉しい。まあ普段買ってる餃子と違うな。さあ続きまして、結構食べたんで次第3段階、揚げニンニクを入れる。ニンニク入れますか。こんなもん、こんなもんかな。ニンニク食った時臭いかったら、カップルでじゃあ一緒にニンニク食ったら分からんよねっていうあの会話キモいよな。第三者バリ臭いで多分。うん、やばいやばいやばい。これやばいな。あっさりうめえとか思ってたけど、こうなるね。こってりでもないねんけど、味がもう急にガツンと濃くなった。さっきまでと全然違う。別物やん。アニメのジャイアンと映画の時のジャイアンぐらい違う。急に目輝き出した。財布に今いくら入っていますか。17,000円。今どこにいる。丸源ラーメン。お菓子といえば何ですか。ガブリチュー30円で、あのなんやろな、腹持ちの良さ、コスパ良くない。猫3匹目あり。いや3円いったらもうなんかあかん気がする。独身としてな、自分の中の愛情のパーセンテージって決まってると思うよな。例えばその 100% やとしたら、彼女がおれば彼女に何パーセント、家族に何パーセント、友達に何パーセントみたいな。でも何かが欠けてたら、その分他のものに愛情がいっちゃうとかってあるやんか。そうだと思うねんな。例えばそのアイドルとかめちゃくちゃ推してる人とかおるやんか。そういう人って 100% の割合やとしたら、そこにめちゃくちゃいっちゃってると思うよな。その例えば彼氏がおらんかったりとかしたら、そこのものがこっちに行ってるみたいな感じやと思ってて、俺今一人暮らしの猫2匹なんよ。俺愛情そこに行きすぎて3匹目行ったらやばいと思うよ。俺の 100% が持ってかれる気するんよ。でもここぐらいでとどめときたいね。でも確かに家族迎えたくなる。ここのやりとりかわいい。一緒に寝てんねん、たまに。たこ焼きショー。いや、たこ焼きショーや。誰がたこ焼きや。誰が外はカリだか、フワや。ガリガリとぼっちりどっちが好きですか。これは永遠のテーマやな。これはね、永遠にね、男性と女性で意見が一致することはない。女の人はガリガリがいいって言うやん。細くなろうとするやん。でも男は多少ふくよかの方が好きなんよ、絶対。これはほぼほぼ例外もあるかもしれんけど、あと男の 95% はネイルに興味ない。分かれへんから。だってドライヤー何使ってますか。なったかな、レプナイザーみたいな、レプロナイザー。髪の毛が傷めへんヘアアイロンだし。そうなの、髪の毛傷みやすくて縮毛矯正当ててるよな、ちょいちょい。縮毛矯正当てへんかったらこんな感じなんよ。こんなおばあちゃん元気ですか。俺もう2年ぐらい会ってないんちゃう。おかけになった電話番号は現在使われておりません。おばあちゃんにブロックされた。いやー、うまかったー。というわけでね、たまには腰といでストレス発散で満腹セットなんぼや。月は90円。いや得やんな。チャーハンついて餃子でラーメンってめちゃくちゃうまかったです。でなんかこの肉そばの食い方みたいなのがね、こうなんかスープ飲んでラー油入れてニンニク入れてみたいな。酢を入れるっていうのもあったんや、忘れてた。まあじゃあ酢入れるのはちょっと皆さんぜひ試してみてください。はい、褐色肌のお兄さんも勧めています。で誰やねん、肉そばを考案した人ってやってめちゃめちゃすごい人やった。